皆さんこんにちは、サンディです。今日はジェリーの付録を使ったメイクをしていきたいと思います。では始めましょう。はい、皆さんこんにちは今回は私は初めてこれを買うんですけども、いつもね雑誌の付録が結構話題になったりするし、たくさんレビューがあったりとかすると思うんですけど、今回私はこちらジェリーのこのエモーダっていう付録が目当てでこれを買ってみたんですけど、ジェリーはねもうちょっと自分が専門学校の時とか高校ぐらいの時かなの時に買っていた雑誌なんですけど、久しぶりに買ってみて昔よりねメイクがたくさん載ってるなっていう印象だったんですけど、雑誌の中身もすごく良くて結構参考になるような内容になっております。でもちろんね付録を目当てってお話をしていたんですけど、もちろん中も見てみたんですけども、なんか前より本当にチュートリアルとかそのメイクとかの多いなと思って、このパレットに関してだけじゃなくて他のメイクとかもね、だからすごいいいなと思って、早速ね付録なんですけど、ちょっともう触っちゃって、しかもなんか手垢みたいなのついちゃったからすごい申し訳ないんですけど、こちらになっております。エモーダの2017年ウィンタースペシャルジュッパレット と、こっちはねコンシーラーと、アイライナーになっています。これをちょっと買ってまだね使ってはないんだけど、そっちちょっとだけしちゃってもうね我慢できなくて、で、これを使ってメイクしていこうかなと思います。で今日するメイクに関しては、この間美声の時はちょっともうちょっとね日本で使いやすそうな優しめなやつにしたんだけど、今回はまあジェリーってことでね、ジェリーって結構イケイケお姉さんって感じなので、私の中ではねそうそう、なんか結構クール系みたいなイメージがあるので、まあそれをイメージした感じのがっつり系のメイクもこちらのパレットとコンシーラー、そしてアイライナーを使ったメイクしていきたいと思います。でちょっとね開けていこうかなと思います。ちなみにこのコンシーラーに関してはもう使っているんですけど、こっち側にちょっとここなんかテカリ感が多分若干違うと思うんですけど、こっちまだつけていなくてこれからつけてみようかなと思って、でこっち側に関してはパウダー前につけたので、結構リキッドのファンデーションと馴染むなっていう感じだったのはいい感じだったと思います。この鼻にもつけてるんですけど、自然なハイライトとして使えるんじゃないって私は逆に思いました。コンシーラーって書いてあるけど、もうね見た目が全然なんだろう、私の中でコンシーラー感はなくて、作った人ね本当に申し訳ないんですけど、逆にハイライトとして使えるんじゃないって私の中では思いました。で、ね、こうやって塗ってみると、ちょっと何度も塗っちゃってるんだけど、こんな感じでなんかね自然な感じのハイライト、なんかすごい派手じゃない、なんかつけたら本当に自然な感じで、もう普段でも使えそうな感じだし、結構クリーミーだから、そう本当にここの唇の上のハイライトとしても全然使えると思うし、色の使い方があるらしいんですけど、私はハイライトとして使いたいなと思いました。本当はっていうよりも、こんな感じでポンポンしてつけるのもありかなと思って、まあパウダーしてあるんだけど別に使えそうですね。ここの上も一応ちょっとしてあって、別にいけそうな感じですね。こんな感じで、だからこれ私はコンシーラーとしてっていうよりもハイライトとして使おうかなと思っています。で色もね結構馴染みやすい感じの色になっているので、セザンヌのハイライトにちょっと似たような感じかなと思いました。で次がこのこれ結構楽しみにしてたんだけど、パレットもそうだけど全部ねドツボなんだけど、これはペンシルライナーで、これは何色なんだろうね、ちょっと、おーすごい、結構
スルスルっと柔らかい、柔らか、すごい、こんな感じ。これね、にじまないといいんだけどな。これも使っていこうと思います。あとね、なんかどこだっけ、どっかに、なんだっけな、あー、ここか、ここの下のとこからこれが出るんだけど、これでなんかこう、なんだろう、とんがったペン先になるらしいですはい、こんな感じで、全然いい感じ。これは乾くといいんだけど、ちょっと置いてみますね。で、いよいよこっちです。本題ね、これで、これはね、インスタグラムで見て、視聴者さんでね、買うって言ってた人がいて、あ、そうなんだと思って。で、私今まであまり付録のコスメってあんまり買ったことなくて、てかほとんどなくて、てかないぐらいです、本当に。惹かれるものが正直あんまりなくて、自分がだから買ってなかったんですけど、でもなんか付録をたくさん買ってる方のインスタグラムを見たら、ものすごいいい感じのものがいっぱい出てるんだなと思って。で、その人もスウォッチやってたし、あとライムさんっていうYouTuber の方いるんですけど、ライムさんのレビューも見て、あ、発色めちゃくちゃいいなと思ってパレットを買ってみました。こんな感じになっています。パレットがね、アイシャドウが6色の、一応ライナー、ジェル系のライナーが2つついて、リップ&チークがついています。で、このリップ&チークがね、ちょっとね、どうやって使っていこうかってちょっと今考えてて、まあまたその後にね、終わり頃に、あ、ちゃんとね、ついてんだね、通りでなんか曇ってるなと思ったら、で、ちゃんとチップと筆ついてます。この筆どうだろう、あ、これ使えそう、どっちかっていうと眉毛に使えそうでもまあ今回はこれ使っていかずに、そのままいつもの筆とか使っていこうと思います。でね、これとこれはもうちょっと触っちゃったんですけど、めちゃくちゃ良くて、で、順番にいこうと思います。こんな感じ、すごいね、すごい、なんか今のってさ、すごいクオリティ高いね。思うよりもバカにしてたわけじゃないんだけどね。おー、すごい、わ、ピンクね、ちょっとね、あまり撮ってない、こっちよりピンク、でも可愛いピンクになってる。マット系のシャドウの方がちょっとあれかもしれない、質感が違う、こんな感じ。すんごいよ、これが一番すごいなと思ったんだけど、ね、しっかりね、マット系の本当のマットのシャドウがちゃんとね、入ってることはすごいなと思って。もうこういう、なんだろう、マットって書いてあるけどそんなにマットじゃないってことがまあまああったりするから、こんな感じです。はい、発色めちゃくちゃいいんですけど、最後のね、このやつなんですけど、すごいテカテカしててすごいいいんですけど、多分これはこういう感じで、なんていうの、こう擦るとか筆でのせるよりも、何かの上、例えばこのやつの上にもうちょっとラメ感を足す時用に使うかな、自分は。多分そんな感じかな。あとはまあこうやってちょっとここにやったら、またハイライト感がちょっと増したりとか、まあ、これ普段使いはしないけど、なんか特別な時とかさ、なんか比べ行きたい時とか、した時にこれ、こんな感じでちょっとハイライト感が増すかなと思います。なので、多分まあ、使い方は人それぞれだと思うけど、私はこんな感じかな。で、色はすごい使いやすそうな感じ。で、今日は濃いめなメイクしようと思っているので、全部は使わないと思うけど、まあそんな感じで、あとはね、とジェルライナーとプランドチーク、あ、すごいクリーミー、あ、すごい、こんなにクリーミーだと思わなかった、すごい、こんな感じ見えるかな、おーおーおー、すごい発色がすごい、こんな感じ。あんまりこういう系使わないけど、私は私なりのちょっと使い方をしてみようかなと思うので、また後で見せていこうと思います。
こんな感じで、あとはジェルライナーみたいなですね。黒だからちょっとあんま触りたくないな、これ黒ね、いいね、でもこれ私黒だと思ってたんだけど黒じゃないんだ。すごい、これは面白い。ごめん、全然私多分ちゃんと見てないからなんだけど、黒じゃなくて青いライナーでした。ここのこれ青いライナーでびっくりした、今本当にびっくりした。じゃあね、これで撮っちゃうんだけど、あー可愛いね、これ可愛い。これもまた違うルックができそう。こんな感じ、なんかチップで撮ったらチップで撮ったで結構使えそうだね、これも。どうしようかな、なんかこんな感じ、2ルックぐらい作りたいぐらいですね。こんな感じです、青い感じ、メタル系みたいな、すごいいい感じだから、これね、このパレットいろいろできるんじゃない。じゃあ早速ルック作っていきたいと思います。まずね、ピンクを使っていこうと思います。まあなんか付属のコンシーラーをシャドウコンシーラーベースとして使うって書いてあったんだけど、今回私はハイライトとしてさっきも言いましたが、ハイライトとして使わせていただきます。すごい発色良くてびっくり、本当に。まあね、装置するのと実際にメイクするとはまた違ってくるので、すごいいいですねこれ。はい、じゃあ片っぽもやっていきます。はい、 OK、 でこの茶色を使っていきます。わおいいね。すごくいい感じ。もうちょっとピンクをもう一度のせてなじませます。いい感じで、なんか薄い優しい感じから茶色足すとちょっとね、深みが出るって感じですね。じゃあこっちもやっていきます。 OK、 せっかくなのでね、使おうと思います。指で取っていきます。コンシーラーとしてね、もう直塗りでもいいんですけど指でやります。こんな感じ、まあ全然ねこれだけでもいいんだけど、今日はちょっと派手な感じ、濃い感じでやっていきたいので、これ使います。指で吸いたいと思います。濃い。うわ、感じじゃない。じゃあこっちも塗っていきます。はい、そして下も同じ手順で、薄いピンク、茶色っていう順番でこの2色だけ使っていこうと思います。で、もうちょっとキラキラ感を増したいので、この私がちょっと気に入ってるこれをこの上からつけていこうと思います。ポンポンと、分かるかな、なんか大きい粒のラメが増したって感じ。飛び散りに注意って感じですね、ほらちょっと飛び散っちゃってるここに。でもちょっとこうなんだろう、シルバー感が出るって感じですかね。キラキラ感とシルバー感が出るって感じ。これかな。って感じです。じゃあこっちも感じかな。
とは目頭のとこにちょっとあの薄いピンクをでね、この間のメイクすごい似てきちゃったけどはい、で最後にこの粉色を使います。じゃこれこそハイライトとして使えるじゃないってぐらいにすごいなぁ、乗るね。ちょっと待って、いい感じになる。 OK、 あとはアイラインを引いてマスカラして終わらせようと思います。はい、ってことでこんな感じになりました。ここが問題なので、これは混ぜて使おうかなと思います。そう、なんかピンク、すごいピンクだけどさらにピンクだよね。パウダーをしていきます。セザンヌのやつでグッと、デルタというマットになります。こんな感じ。ちょっとねやりたいなと思ったのが、今メタリック系っていうか、ちょっとキラッとした感じにもしてみたいから、これちょっとつけてみる、唇の中心なところ。うん、こんな感じで中心のところだけ、こんな感じ。チークね、チークいけるかな。すごいピンクピンクしてるんだよ、思ったより。まあ使ってみよう。怖いこれは広がらなさそうだな。こんな感じなんかね、あんまり使わないから、こういうの使い慣れてない。よかったね、こっちは。こんな感じですかね。はい、そしてこんな感じでこのルックが終わりました。どうですか皆さん、なんかいつもとちょっと違う感じで、リップもね、まあ、混ぜて使ってパウダーつけて、さらにアイシャドウをちょっとポンポンとハイライトな感じでやったら、なんかまた違う感じで、なんかいい感じに使えたんじゃないかなと思います。そしていつもはね、使わないようなリップ&チークみたいなのを、ここのねチークとして使うのもまあ、ありじゃんとは思いましたね。なんか、抵抗はすごくあったんですよ。普段ね、マット系のファンデーションを使うし、もうパウダーですごい閉じ込めるから、すごい弾いちゃうんじゃないかなって思ったけど、意外と普通に馴染んだし、結構いい感じの色だなと思って、つけてる時はピンクすぎかなと思ったけど、なんかこうして見ると、全体的に見ると、いい感じになったんじゃないかなと思います。そしてね、アイシャドウに関してはもうすごく綺麗な感じで、いい感じに出来上がったと思います。まだまだね、他にも違う感じのルックを作っていきたいなと思っています。まあそんな感じで今日のこのレビューとチュートリアルを終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。では、またねー。